四郎途上の犯人1東京駅から乗車した時から私はその男の様子が気になりでした思い出しではなく確かにその男の方でもジロジロと私の方にばかり注意している 色の青白い三十四五の痩せた男である身なりは大して怪しいほうではないさっぱりした背広を着しソフトをいただいているのだが帽子は乗り込むとすぐ棚の上に置いたようだった該当は特に取り立てて言うようなものでない私はこの男を確かにどこかで見たことがある向こうでも こっっちを知っていいるらしい彼は私の席と反対側の一つ向こうの席に腰掛けているのだがあまり混雑していない参道者の中でこういう自然の戦いを続けていくのは決して愉快なことではなかった向こうはどこまで行くのかわからないが私は今夜 T 市まで行かなければならない。その長い数時間 この変な男と向かかいい合っているのは、少なならず平行なわけである列車が横浜近くまで来た時私は前に腰掛けていた人が降りるために立ち上がったのでそちらの席に移って変な男の方に後ろを向けたのだったその時私は急にその男を思い出して「なんだ」とつぶやいたのである。 確かににあったに違いないなしかしどこで見たかどうしても思い出さないという気持ちはこういう経験のある人にはその妙ないらたたしさがはっきりとわかるだろう私はいつもこういう場合いろんな人たちを頭の中で素早く分類をして思い出すことにしている第1話数年間検事をしていた関係から役所でいろいろな人間に会っているので。 しかして一番こういう人々の数が多いからまずこの方面を思い出してみるのだしかしこの変な男の顔はどうしてもその中には思い出せなかった次に現在自分がつまらぬ探偵小説を書くところから雑誌社の人々や同じように文筆をうしている人々によく会うしかもそれが ごくあっさりした通り一遍の知り合いであることが多いそれで第二に私はこの方面の人々を頭の中で捜索してみたのであるところがこの変な男はこの中にもどうしても見当たらないのだ最後に私は単純な顔見知りを職業別にして考えていったのだがとうとうこの中にも変な男の顔は出てこない 学校時代の友人や法律家として現在会う人々の顔は忘れっこないから結局この変な男はそのどれにも入らないことになるそこで仕方がないので私は偶然会った人々を一人一人考えてみた例えば円卓の運転手の顔とか帝国ホテルのボーイの顔とかをすると突然新宿から塩町までの市電の中で この変な男を見たのをようやく思い出したのだった無論意味なく電車の客を覚えているわけではない私がその時この男に注意したのには十分理由があった新宿から私が電車に乗った時この男は一緒に乗り込んできたそれからあとほとんど私の顔を見つめ同しだったのである 車掌が切符を切る時にもこっちを見ていてぼんやりして何か車掌に言われていたくらいだった私はその時嫌なやつだと思ったこんな場合視線の戦いには決して一歩も譲らぬことにしている私ははっきりと逆ににらみ返してやったするとこの男はすぐに目をそらしてしまう そうして私が他へ視線をやるとまたちゃんと私を見ているのだから実にやりきれない人間であるしかし塩町で下車してしまってあそこの雑踏に足を入れた瞬間から私はこの男のことを全く忘れてしまったもし今列車で再会しなければ一生思い出すはずのなかった顔なのであったその男だ 確かにあの男だ。あの妙な男が今同じ列車に乗っているのである私は今さら雑誌一つ持たずに乗ったことを後悔した元来私は子どもの時から汽車に乗って車窓の景色を眺めるのが好きだったがその趣味は今でも抜けないそれに自宅にいる時は決して勉強家ではないが 乱読の癖があるのでたまに汽車旅行などするときは何も持たずぼんやりと社外の景色に見入っているのを常としているそれがため今日も何も手にせず乗り込んだのだもっとも東京駅で新聞を23買ったが大森を通過する頃にはそれも読んでしまったのでもはや何も見入るものがない仕方がないから 変な男を気にしながらも社外に移りゆく晩春の景色に見入っていたいつもならこうしていてもそれにうっとりとなってしまうかでなければまた何か面白いストーリーの題材が頭に浮かぶのだがさっきからあの男のことが妙に頭にこびりついてどうしても離れない今にも後ろから何か言いかけられはしないかとこんな気がして どうしても落ち着いた心持ちになれないのである列車は第33列車名古屋行き普通車で東京駅を出たのが午前11時35分だった午後1時過ぎようやく構図に着いたので私は弁当を買うと同時に手当たり次第に売り子から雑誌を23冊買い求めたそうして 箱根のトンネルをくぐっているころには盛んにその本を開けてみたのだがしかしどうしてもある一つの作に身を入れることができなかったここで読者はたった一度会ってにらみ合ったその男を私がなぜそう気にするかということを疑われるだろう実際私も早くそれを言いたいのであるかけさえすればいくらでも書きたいのだ しかしいざその男に対する気持ちを描写しようとするとどうも自分の筆のつたないのを感じないわけにはいかない一言に言うとその男はさきに述べたようにごく平凡な姿ではあるしかし何と言っていいか妙な容器が漂っているのだ一作や詩伝で見た時はそうでもなかったが 今列車の中でよくよく見ていると私は蛇に襲われたような気分になってきたいいな雲を見た感じにも似ていたさらにまたナメクジに触ったようにも思ったこの蛇と雲とナメクジの混血児のような感じのする男が私の後方に五尺くらいを隔てて腰掛けている という感じは決していいものではない。この気持ちはただ想像してもらうより他ない。私がどうしても本に身を入れることができなかったのはそういう次第なのである。私は今にも肩越しにナメクジのような手が出てきはしまいか、ヘビのような首が出てきはしまいか。 蜘蛛の足が巻きついてきはしまいかとビクビクしていた記者が三島を発した時とうとうこの蛇ははっきり私の目の前に首を出してしまったのである記者が三島駅を発すると間もなく 後ろから急に、「もしもしという声がしたので私はとうとう来たなとビクッとしたそれまでその男がどんなに腰掛けどんなふうにしていたかは少しも見ないようにしていた現に箱根を過ぎた時尿意を催したのだがこの車の便所に行くにはどうしても彼の前を通らねばならないので私はそれを避けて わわざわざ後方の車の便所に行ったくらいなのであるだから彼が今までどんな表情をしていたか知る由もないがおそらく私の頭を見つめていたのだろうもしもしと言われた時すぐにこれがあの男の声だと感じたからすぐに私は振り向いた振り返ってみた時は すでに私の右手にその男がニヤニヤしながら突っ立っているのであるバツバツ先生じゃありませんかどうもさっきからそうだと思っていたのですが人の名を聞くときはまず自ら名乗るのが礼儀である私はこの問いが快くなかったあなたはどなたですか 相手は相変わらずニヤニヤしている。私はごくつまらぬ田舎の教師ですが、バツバツ先生でいらっしゃいますよね。ええ、僕はバツバツですが。いや、私もそう思っておりました。一昨夜電車の中でお会いした時も確かに雑誌で見た先生のお顔だと思ったのですが、つい申しそびれて。 今日ここで偶然お目にかかったのは本当に幸いです。何が幸いなのか、私には少しもわからない。先生のお作はいつも愛読しております。いや、それはどうも恐縮で。小説家に対する最大のお世辞は、その文章を読んでいることである。したがって、こっちから言えば、 果たして本当に読んでそう言っているかどうかわからないということになるので、当たらず触らずのいい加減の返事をしておいた。近頃ずいぶん探偵小説が流行するようですが、結構です。結構だかどうだかわかりませんよ。この返事は？私としてはごく意味のない言葉だったのだが。相手は？ 急にキッとなっていった。先生、先生は本当にそう思いますか何がですつまり、今のようなこんな探偵小説流行の風潮を結構だとは思わない。もしくは、嘆かわしいとお考えになるのですかこれは真面目な問題である。相手は教師だという以上、 教育上からこの風潮に対しておそらく反対の規制を上げるのだなと私は思ったあなたは今ただ田舎の教師だとおっしゃった紹介のない相手にいきなり口を聞いてしかもその人の意見を吐かせる以上僕は君自らはっきりとお名乗りになるのが礼儀だと考えますが俺は申し遅れていすみません 彼はこう言いながら上着のポケットからあまりきれいでないシースを取り出しその中から一様の名刺を抜き出して私に手渡した見るとそれには相川敏夫という4字が印刷されてあった T 氏から数里隔たったバツバツという村の小学校に勤めていますどうぞよろしくなめくじ男は こここでまさらたってぴょんと一つお辞儀をした私が一応はっきり切り込んだのでナメクジ男ははだしの腰を折られたと見えてしばらく黙ったそのかわり私の前のシートにゆったりと腰を落ち着けて何か考えている列車はすでに沼津を過ぎて鈴川辺りを走っている。 晩春の美しい森や小川を眺めながら私は努めて気分を紛らわそうと努めた相川というナメクジ男はこの時ふと街灯のポケットからウイスキーの瓶を取り出して先生一ついかがですとやった私は元来一滴も酒を口にしない上、 この日は法律家としてやむを得ない旅行をしているので目的地に着けば相当仕事の上の真面目な準備もしなくてはならずその上こんな得体の知らない男に何を飲まされるか分かったものではないからきっぱり拒絶したまったく拒絶の形だった辞退したのではない拒んだのであるナメクジ男は拒絶されても一向平気で では、やむを得ません。と言いながら自分で一杯気のままで飲み干した気が付くともう前から少しやっているらしく目の中が少し赤くなっているで先生さっきのお話ですがまたしてもさっきの論題である私は探偵小説家たる先生にそうです。 特に先生にはっきり申し上げたいこの時ナメクジ男の顔からがぜんナメクジらしい表情は消え去って鎌首をもたげた蛇のような鋭い様子が現れたナメクジ男いなもはやそうではない蛇男はさらに続ける私は 先生のような人がああいう小説をよく書いておられると思うのです。実に不思議でならないのです。というとどういうことですか先生は元検事でしょうそして今弁護士ですいずれにしても法律家であるはずですそして正義ということのために常に不正と戦うべきことは同じはずです。 その先生が世を独するようなあんな探偵小説を書くのは不思議です先生には一方では社会を正しく導かねばならない務めがあるのです冗談言っちゃいけない僕は社会を導くなんてそんな大それた考えを持ったことはありませんよいや先生自身は自ら社会を指導する気はないかもしれない しかし正義を報ずる法律家にそれだけの覚悟がなくてどうするのですもし先生がそれを考えておられぬとすれば先生は法律家たるの資格がない法律家たる以上それだけの覚悟がなければならんはずだこの5気でも察せられるように蛇男の勢いは非常に鋭くなりしかもその論旨も 実を言うとなかなかしっかりしたものなのである私は元来議論にかけてはかなりアグレッシブな態度をとる人間なのだが一つにはこの相手の論理がかなり正しいのともう一つには例の「容器」が何となく気味が悪いので巧みにその英法を避けようと試みた確かにあなたの言われることは真理です。 しかし僕が探偵小説を書くときは決して法律家として書いているのではないのですからねその点は十分考えていただかんと困ると思うのだが「探偵小説の筆を取るときは小説家弁護士として金を取るときは法律家だ」とこう言われるのでしょうなるほど一応それでいいようには聞こえますしかしそれはごまかしだ だ。先生はごまかそうとしているのです彼の態度はますます猛烈でその論旨はいよいよ急である私は実は彼の頭が割にいいのに驚いたのである先生は小説家だというしかしいかなる場合でも先生が社会の一文したることは争いがない あなたが何と言ったって、社会に対する感化を考えないということはけしからんです。あなたは、自らお考えになったことはないのですか。ここにおいて、先生はがぜんあなたに返事。かの蛇男は、立派な社会評論家になってしまったのである。私は少し腹が立ってきた。真面目に論戦してやろうと考え出した。 そして、何と言ってやろうかと思っていると彼はウイスキー瓶をほとんど空にしながらこう言うのである探偵小説家の中でも、特にに私はああなたに文句があるんだ。この一言は聞き捨てならなかったどうして特に僕がだあなたは法律家だ したがってあなたの書くものには、とかく法律問題が出てくる。それが面白いかどうかは別問題として。いや、面白くないでしょうよ。私はちょっとからかって彼をくじいてやるつもりだったが、彼は少しもひるまぬ。ひるまぬどころか、手を振りながら興奮して続けるのである。 私が特に文句をつけたいのはそこなんだ。あなたは第一、殺人ばかり書いている。その上、その殺人方法のトリックがほとんど法律問題なのだ。言い換えれば、法律的に一番安全な殺人方法をいつも書いている。つまり、いかにすれば、人を殺して、 しかも、罰せられずに済むかということを書いておられる。それで、わかりませんか私の言う意味があなたは、ああいうものを書くことによって、多くの人々に巧みな殺人方法を教えているのです。人を殺しても、こうすれば決して罰せられぬということを宣伝しているのです。仮に、 ここに殺人を行おうとする人間があれを見てもし真似をしたらどうしますあなたはそんなことを考えたことはありませんかまさかそんな人はないでしょう。しかし幾千万の中に一人でもそんな人がいたらあなたは何と言ってその人と社会に謝りますかそうです。 たたった一人でもそういう人が出たらあなたの責任です僕はそんなことはありえないと思ういやあるかもしれない少なくもありえる少なくもないとは言えない彼は断固として言い切ったここに至って彼は今やナメクジ男ではないヘビ男でもない 猛虎である。彼は真正面から私に迫ってくるのである実際私もタジタジの形で今さらこんな論題を追ったことを後悔したしかしありえると君が言ったところでまたないと僕が断言したところでつまり水掛け論に終わるのだからねともかく君のご忠告はありがたく拝聴しておく。 こう言って私は衝突を避けようとした相川敏夫はこの時急に口をつぐんだそうしてまた例の「陽気に満ちた顔で私を眺め始めたのである私は相手が黙ったので彼がちょっとまいって口をつぐんだのだ」と返したためこれ以上の論議を打ち切るために 余計なことをっってしまっただからこの問題はこれ以上進んでもしかたがないのですよ一昨夜電車でお目にかかった時今日のように名乗ってくださればうちででもお話ができたのですが残念でしたね私は論議打ち切りの印のつもりでこう言いながら傍らの雑誌を手に取ったしかるに彼はまたまた執拗に迫ってきた もし、もし、そうです。もし、ここに、一人でも、あなたのために殺人者になったという人間があるということを、私が立証したら、あなたはどうしますろん、あなたがそう主張なさるなら、信じないわけにはいかないでしょう。僕は、そんなことがあろうとは思いませんが。確かにあります。一人、確かに。 確かに君は本当にそういうのか無論です確かに少なくも一人私はそういう人のあることを知っています先生私は確かにそういう一人を知っていますよこうなってはもはやのっぴきならない君は確かにあると断言するのだね よし、それでは君はその人の名を挙げて僕に知らせる責任がある。それをしないで、ただそんなに頑強に僕を非難しても何にもならん。私には、この世の中にそんな人間があるとは信じられず、またもしそんな殺人者があったところで、まさかその人間の名を彼が私に言えるはずはないと思ったので、ぴっしゃりと。 叩きつけるように言ってやったのであるこのひと言は果たして効果を表した猛虎のように詰め寄った彼はこの時まさにタジタジとなったらしい口をもごもごやったきりものすごい顔で私をじっと見つめたのである暮れやすい春の太陽は弱い光を投げかけながら今 山に入ろうとしているこの気味の悪い沈黙の数分間私も負けずに彼の気味の悪い顔を見つめてやった眉間の辺りに深いしわを寄せながら彼は何か心の中で苦悶と戦っているらしい私ははじめ彼が一本参ったので悔しがっているものとのみ思っていたしかし実は この時の時彼の顔色はより深き苦しみを表していたものであることが後に分かった唾を二三度のび込みながら急に相川は口を切った今度はまたにわかに低調な言葉を用いながら先生先生は弁護士でいらっしゃる。 弁護士として聞いた人の秘密は、無論ろんお漏らしになることはないでしょうね。もちろんです、道義上でも言うまでもないことですが、法律の上でも、我々はそういう秘密を漏らすわけにはいかなくなっているのです。相川はしばらく言おうか言うまいかとしきりに考えたらしいが、結局、こう言い出した。 それならばお話しします。さっき申した一人というのは、かく申す私なのです。相川敏夫です。何君そうです。私こそ、先生の小説のために身を誤った人間の一人なのです。私はこの冬、 一人の人間の生命を奪いました人殺しをやったのです読者は私がこの時彼の正気を疑ったことを無理もないと考えられるだろう彼の様子には少しも冗談らしいところはないい,いな非常に真剣なのであるだから相川敏夫が 私は確かにこの男は気が狂っているのだなと感じたそれで私はわざと驚いた様子をせず平気な顔をしてこう言った「そうですかそれは本当ですか?」では いつ、どこで君が誰を殺したか順序を立てて話してごらんなさい私は彼がしゃべることが必ずノンセンスだろうと思ったのである精神病の医者でない私にはこうやったなら相手の言う話に必ずつじつまの合わぬ妙なことができてくると思ったのだ医者でない悲しさにこの際 これ以外にこんな着ぐるいを取り扱う方法を私は全く知らなかったのである先生聞いてくれますかでは一通りお話ししましょう相川は各前置きをして語り始めた私は念のため周囲を見回したが 周りは相変わらずすいているうえ彼の声は列車の走る音に消されて私以外には決して聞かれるおそれはなかったなお先にひと言付け加えておけば私は彼の話を聞いているうちに彼が悲しいことには決して気るいでないことを知ったのである 初めにはっきり申しておきます。私は今から2ヶ月半ばかり前、すなわちこの2月の初旬、わずか2歳になったばかりの私の娘をこの手で殺してしまったのです。これは全く間違いのない事実です。 なぜ私が我が子を殺したか、憎くてならなかったからです。なぜ殺したいほど憎かったか、それは我が妻の子だったからです。我が子と私は言いました。しかし、あの赤ん坊が確かに我が子だったかどうかは分かりません。 いいな。殺したとき、私は妻の子であっても、私の子ではないと信じたのです。私は今帰りつつある距離で、3年前にある女と結婚しました。私は、お恥ずかしい話ですが、彼女に惚れたのです。彼女もまた私を愛しました。少なくも。 私はそう信じていました。私らが結婚する以前、私には互いに知り合いではありましたが、競争者らしいものがありました。としここれは妻の名です。は固い家の娘なのですが、彼女の家では2階を若い男に貸していたのです。 東京生まれの水原という男が年子の家にいたことがあります。その男が年子に恋しているという話を聞いたことがあるので、水原という名は私には常に恋ガタキのように考えられていたのでした。この男は私たちの結婚の少し前に東京へ去りました。 結婚までにも主樹なことがありましたがそれらはわずらわしくなりますから省いてすぐ結婚生活の話に入ります私は初めは幸福でした妻の家に元いた水原のことなどは全く忘れてしまったくらい幸福だったのですところが偶然の機会から この幸福は全く破れてしまいました。それはたった一つの風書に過ぎませんでした。結婚後しばらく経ってからのある日、男文字で書かれた手紙が妻宛てに来たのです。私は自分のところに一緒に来た手紙を片っ端から開いていたので、ついその手紙も自分のところに来たものと思い違えたのでした。 無論、封書の上書きが男の字だったから、こんなことになったのでした。中から出てきたのは、水原からの手紙だったのですが、表にはっきり男の字で書いてあるくらいですから、中の文句だって一つも変なことは書いてありません。けれど、変なことの書いていないその手紙が、私には限りなく不快だったのです。 その後ご結婚はさばされ、ご幸福にお暮らしのよし。という第一冒頭の文句からして気に入りませんでした。私の気持ちにしてみれば、私の妻は私のもので、誰からも指一つ刺されたくないのです。私ら夫婦の間に、他の男から手紙が妻に来るなどということは考えられなかったのです。 私は確かに嫉妬深い男でしょうたとえなき不愉快な数日の後ある夜私は妻を責めて責めて攻め抜いたのですそして水原との間について尋ねましたその時妻はとうとう恐ろしい告白をしてしまいましたその時から私は すべての幸福を失ってしまったのです。あなたは検事をしておられたから、犯人がその犯罪をどんなふうに自白するか、ことに女の犯罪者がどんなにその罪を告白するか、そのいろいろなありさまを知っておられるでしょう。その夜の私の妻の告白は驚くべきものではありましたが。 いざ告白というところまで決心したとし子は実に冷静に過去の事実を述べ始めたのですこの告白はある事実を肯定したのです彼女と水原とはかつて恋人であったというのですいやそれ以上だったのです よもや、よもやと思っていたことが事実だったので、私は一時真っ暗闇につき込まれたようにもがき苦しみました。苦しい数日、数夜を通らなければならなかったのです。はじめは、あまり私が嫉妬深いので、わざと妻が私にからかっているのではないか、と思いました。いや。 むしろそうであってほしいと願ったのです。自白する妻の前で私は嘆願しました。どうか今まで言ったことは嘘だと言ってくれとしかし妻の告白は全く間違いはなかったのです。ただとし子は過去の罪はあくまで自分では見るが 将来は決してさようなことはしないいや将来ばかりではない結婚後だって無論そんなことはないただあれは結婚前の過失だからどうか許してくれと申すのです先生こう言われてはどうすればいいのです未練な私はとし子をまだ愛しているのです 妻の涙を許すよりほか仕方がなかったのです。その頃妻は妊娠していました。私は妻の告白後、その腹の子を疑ったのです。しかしこれに対して妻は男子として私の疑いの根拠のないことを主張しました。 妻とこの話をするたびに私はそれを聞かされました聞かされては心で安心したのですしまいには疑いが心に食い入ってくるとわざと妻になじり妻が断固として私の疑いを破棄してくれるのを頼りにしていたような男らしくないひねくれた私になってしまいました昨年の夏 妻はついに女児を産みましたひろこという名をつけて妻は愛しきっていますしかし私はひろこが生まれたその時からその顔を見たその時からなぜかこれは俺の子ではないあいつの子だと感じたのでした不幸なことです ししかし本当のの話なのです近所の人は私に似ているとお世辞を言っていますけれどどう見たって私の顔に似ているとは考えられません私は水原に似ているとは初め考えませんでしたがしかし自分の気のせいか目の当たりが私よりも彼に似ているように思われてきました そうして日がたつにつれてだんだんとおもざしが彼に似てくるように思われるのです私はある一夜眠れぬままにいろいろ考えふけりましたとし子は過去の罪を自白したしかしこれは自分としては許したのだ許さざるを得なかったのだ とし子が心を改めている以上自分は過去をすべて葬り去ってしまわなければならないこのことは今苦しいには違いないけれどもこの心の傷は年がたつにつれて癒えてゆくべきものに相違ないしかしひろ子はもしひろ子が とし子の過去の罪の結果生まれたのだとすればひろ子が生存するかぎり自分ととし子とは憎み合わねばならない少なくとも自分はニラをかむような思いをして一生を送らなければならないしかもひろ子は一日一日と成長している 自分ととし子との間にあるこの障害は一日一日と大きくなっているのだもしひろ子が死んでくれたらそうです私の頭に一番初めに浮かんだのはもしひろ子が死んだらということでしたもしひろ子が死ねば 私と妻との間には過去以外には何もなくなるはずです。言いかえれば、ひろこが死ぬことは我々を幸福にすることなのです。こう思いついたから、私はひろこが死ぬことばかりを願っていました。一つには理屈でなく、私にはひろこは全くかわいくないのでした。 だから死んだら死んだらと思い続けるようになってしまったのです私が弘子を殺そうと思いついたのは偶然あなたの探偵小説を読んだ時なのです先にも申したように先生の小説には常に法律上の巨匠の問題が取り扱われています 法律上罰せられないように人を殺すには、直接の証拠を残さなければいいということです。法律に触れても、実際上罰せられぬように殺せ、ということです。私は先生の小説をすべて読みました。そうしてその中から一つの 確実な何者かを掴んだのでした。それはちょうどこの1月の初めでした。私は寒い雪の間、ひろこ殺害の方法を研究したのでした。いかにしてひろこを殺すか。あなたは私がどうやったと思われますか。私に直接のヒントを与えたのは。 あの頃、私の住んでいる A 県下一帯を襲った猛烈な悪性の流行性官房だったのです私の勤めていた小学校の生徒が毎日1人くらいずつの増加率を持って休み始めたのでしたそして当歳や2歳の子がたちまち肺炎になって死亡していくということが私の近所でも始まったのです 私はこれを聞いた時全く時きたれりと感じました1月のある寒い日でした外には吹雪が荒れて下には四寸くらいの雪が積もっています機械を狙っていた私はその日朝から珍しくひろこを抱いたりあやしたりやっていました 暗くなってから弘子がすやすやと寝付いたので、としこは私に留守を頼んで風呂に出かけました。この時です。この間です。失ってはならないのはこの暇です。私は妻が傘をさして出かけていくのを確かめてから。そっと裏口を開けました。 外は今も申すようなものすごい吹雪です。私は寝ているひろ子をできるだけ着物を剥いで、裸体にして抱きました。ぬれぬように軒のへりに沿って歩きながら、この寒い中に立ち尽くしました。ここは一面の畑で、誰も通るおそれはなかったのです。 こうやって2歳になる赤子が一時でも早くこの激しい歓喜の呪いを受けるようにと祈ったのでした私は全く悪魔でしたひろ子をほとんどすっぱだかにして抱きながら自分は戦慄しつつもまるで寒さを忘れていました 激しい息吹おろしにわが子をさらしながら自分では少しも寒くなかったような気がするのです妻が帰ってきてはこと面倒ですから暫時にして私は家に入りました再び暖かい着物を着せて自分はごろりと横になりながら何食わぬ顔をして妻の帰りを待っていたのです 私はこの悪魔的方法の効果がすぐ現れるかと思っていましたけれど翌日になっても別にどうもないのです次の日は雪はやみましたが寒さは一層加わりましたこの夜同じような機械にまた同じ方法でヒ子を寒風にさらしたのです 雪の上に置くことも考えないではありませんでしたがもし凍傷でもできると証拠が残ると思ってこれはやめました2回の試みはついに成功しましたひろ子はその晩から非常な高熱を出しました私には無ろんそのわけは分かっていましたが妻には初めよく分からなかったらしいので。 結局医者が駆けつけたのはその日の夕方になってしまったのでした医者は無論私が呼びに行ったのですこの際医者を呼ばないわけにはいきません駆けつけた医者は即座に流行性官房と診断しました喧嘩に流行っているこの病気に私の子がかかることは少しも不思議ではありません医者はさらに ひろこがかなり危険な状態にあること肺炎を起こしつつあることを注意しいろいろ湿布のしかたなどを私に説いて帰っていったのでした私はわざと不完全な湿布をやりながらあとから医者の家まで薬を取りに行きましたなるべく時間を取るようにしたいのですがそれはどうも不自然ですから。 適当に急いで往復しましした。しかし私のこの捕虜は必要のなかったことでしたなぜならば帰宅した時は弘子の病生は著しく進んでいましたからその真夜中浩子があまり苦しむのを見かねて妻が私に医者のもとまで行ってくれと頼みますので。 急いで駆けつけ門をたたいてみましたが幸いにもまったく幸いにもですこういう言葉の使い方は悪魔の辞書にのみ見いだされるはずです医者は同じような急患者のところに往診していて不在結局来てくれたのはそのあくる日の昼ごろでしたが。 その時はすでにひろ子は全く絶望の状態にありました妻の涙の中にひろ子はついに息を引き取りました死亡診断書には急性肺炎と書いてあったと思います誰も怪しむものはありませんささやかな葬儀をもって この私はこうやって完全に殺人を行いましたしかもこの世に一人だって私を疑っているものはありません私はあなたから教わったとおりに行いました人を殺した しかし罰せられぬです相川敏夫と自称する男はこう言ってニヤニヤと薄気味悪い笑いを漏らした私は彼の話を聞いているうちにその中にある真実さを認めたしかし同時にあまりに全てが巧妙すぎることも感じた もし彼が言うとおりの犯人とすれば実に容易ならぬ事件である私は今まで彼が娘を殺したような殺人方法をどの小説でも書いたことはない彼自身もまた自ら直接のヒントは流行性感冒から得たと称しているけれど彼の言うところに従えばその縁因は 私のつまららぬ小説にあるらしい。私は彼の話の真実性と正気の程度を試みるために強いて冷静を装ってこう聞いてみたなるほど恐ろしい話だ君の話はものすごい君が自ら犯罪を語る以上僕は疑うことはこの際避けようけれど ただ一つ承りたい点がある君は要するに犯罪の目的に成功しているのではないか妻との間との障害物はなくなったのではないかしかも世界の誰一人だって君を疑っていないことは君自身も言っている果たしてしからば君は僕に感謝をしていいはずじゃないか 君の子はもう2か月半も前に骨になっている今さら誰も疑うものはないなぜそれならば君はさっきから僕を非難するのだろう彼はこの時急にまたすごい目つきをしたそして苦しそうに頭の毛を自分でつかみながらうなるような声を上げた私は 誰か怪しみはしないかと驚いて辺りを見回したが誰も幸いに気がつくものはなかったようであるそれだそれなんだ私があなたを恨むのはあなたは犯罪の方法を教えた殺人をはっきり教えたしかし両親を捨てることを教えなかったじゃないか ああ人殺しの後の生活私はたまらないんだ苦しいんだ両親を捨てなければ生きてはいかれないおまけにあんなに完全にやったにもかかわらず私は毎日刑事に追いかけられているような気がするんだひろこの。 あの小さなひろこの手が土の中から出て私を指しているような気がするんだどうしてこの気持ちを捨てる方法を教えないんですえあなたはあなたのためにこんなに苦しんでいる人間を見殺しにするのですか相川はこう言いながら突然私の右手をつかんだ 生来あまり大胆でない私は飛び上がるように驚いた自ら人殺しだと名乗るくらいな男だから何をやるかわからない私は強いて落ち着いた封をしてその手を払ったが次にどうするかと恐る恐る彼を眺めたしかし彼は振り払われた手を右ポケットの中に突っ込むとそこからまた新しいウイスキーを取り出して がぶりとあおったあなたから人殺しだけを教わって、両親や恐怖を振り捨てることを教わらなかった私のこのごろのありさまは毎日これです。これがなくては生きていかれない、うちにいても毎日これだ。妻は 子を失った悲嘆のあまりのやけ酒だと思ってやがるバカこう言うと彼は突然座席の上にぐるりと倒れたがそのまま目をつぶって眠り始めた興奮のあとの疲れが彼を襲ったのであろう私はやっと安心して向こう側の座席にそっと移り できるだけ彼の目を覚まさぬよう用心した暗い外の景色を眺めながら私はこの恐ろしい話をいろいろに想像してみたもし本当だとすれば私は人殺しと並んでいるのだしかしまさかと思われるようでもある こうやって一人いろいろなことを考えているうちに列車は T 駅の一つ手前の F 駅に着いたのであるすると相川はむっくり起き上がったが席を移した私を見るとまた前にやってきて言ったんどこまで行くんでくす。私はただひと言「T 駅」と答えた。 T 氏それは実に偶然です一緒に降りましょう私もそこで降りるんです一緒に歩いてくださいきっと刑事が私を見張ってますよそんなわけはないじゃないかいえそんな気がするんですどうもそうらしいひろこのやつが墓場からそう言ってやがる いいににったに違いないねえ一緒に歩いてくださいよ私は黙ってうなずくことが最も賢明であると悟って縦にかぶりを振ったまま黙って彼を見たこれ以上何か言うことは一層この男の気るいじみた振る舞いをあおるばかりだと考えたからである 二人が無言のまま向き合っている間に列車はついに T 駅に着いたのである四読者諸君これがいつもの私の書くような小説だったら私は探偵小説の浄土として次のように最後の章を結ぶだろう。 列車が T 駅に着すると今まで妙な顔をしていた相川敏夫は不意にきっぱりとした快活な調子を表し陽気な笑顔を作って私の手を握った「松松先生どうでした今の話は。無論あれはみんなでたらめですよ。私には第一女房なんてまだいないんです」「平成先生の小説を愛読しているので」 お退屈を紛らすためにあんな話をしてみたのです。一昨日は東京で偶然乗り合わせ、今日もまた思いがけなく乗り合わせましたね。いかがです、出来栄えは。アハハハハ、さようなら。唖然としている私を後に、彼はさっさと車から出て行った。読者は、 多分こういう結末を予想されたかもしれぬまた私自身もこういう結末を予想しないではなかったことによると一杯担がれたのではないかとも思ってみただからもし彼がすっくと立ち上がったならやられぬうちに先手を打って「いやありがとう」「すばらしい出来栄えでした」「おかげで退屈しないで済みましたよ」 はょうししまとこう言ってやるつもりだったのであるところが事実というものはなかなか探偵小説のようにはいかぬものだ T 駅に着くと彼は立ち上がりはしたが何かしきりに物を恐れるように私に寄り添うのだった私は いたわるように彼をそばに引きつけて車を降りたのだがプラットホームを三四歩行くうちに私は思わず「あっ」と叫ぶところだった一見何気なく装ってはいるが検事として刑事などに接したことのある私には数歩向こうに私服の刑事らしい男が伝統に照らされながら二人こちらを見るような見ないようなふりをして。 やはり同じ方向を歩いているのを見いだしたからであるしかれば彼の犯罪は全く事実だったのだブリッジを渡って改札口までは我々は無事に歩いて行ったしかし改札口に近づいた時先の2人の刑事らしい男はシチのように飛んできて相川の前後すなわち 私の前後に立ちふさがった。その瞬間の相川の死人のように返した顔色は今でも私の目の前にある刑事はいきなり名刺を出して相川に示し小声で何か二言三言をささやいたおそらく自分の身分を明かしたのだろう次の瞬間に相川はダッとのごとく飛び出そうとしたが その逃れないのを知るや、いきなり私をさして、気ぐるいのように絶叫した。この男だ本当はこの男だ俺の子を本当に殺したのはこの男だ俺が手を下したのは間違いないしかし本当は、こいつが教えたのだ二人の刑事は改めて私を見たが、 あななたたはどなたですか。この男とどういう関係があるのですと尋ねるのである私はこれに答える義務はないはずなのだが何分相顔の発した絶叫は群衆を集めるのに十分なので長くなっては事面倒と手早く職業用の名刺を出しさらに僕もどうせ警察へ行くつもりなんです 所長に会うつもりなんですから。この男とは全く関係はないのですがともかくこの男にあなたの方で用があるなら私も一緒にタクシーででも一緒に署まで行きましょうよ何分こんなところでわめかれては私もたまりませんから私の名刺がどんな力を刑事に与えたか与えなかったかは私の知るところではない。 彼らは私と相川との関係をどう思ったか知らないがともかく私の定義に意義がないらしく郊外に出ると素早くタクシーを呼んでくれ相川を3人で囲んで無理やりに乗り込んだため停車場で群衆の晒し物になるのは辛くも逃れ得た自動車の中では相川一人が気狂いのようにしゃべりまくっていた恐ろしいことだ。 しかし今となっちゃ気が楽になったひろこのやつとうとう訴えやがった肺炎ですよあれが死んだのは診断書だってあったでしょただ私があいつを肺炎にさせただけなんだどうだい刑事君あいつを雪の中に出して病気にしたんだぜうまい殺人法だろう。これも みんなこの先生に教わったんだぜ俺は殺人犯人さしかしこの先生は教唆犯人なんだよ刑事くんしっかり頼むよ捕まってからの彼は犯罪人のつれとして急に気が楽になったらしくむやみにしゃべりだすのだった私はもちろん2人の刑事もひと言も発しなかった 自動車は夜の T 市を走りながら警察署に着いたここで私は無論相川俊夫と一旦引き離された東京の某司法官から警察署長に宛てた紹介状を持っていたので私は割と丁重に署長室にと通された署長はその時部屋にいなかったどこからか 相変わらず怒鳴るような相川の声が聞こえているやがて所長が見えたので私は自分で今日来た目的の用事をいろいろ物語ったしばらくすると司法主任らしい人が出てきて署長と死後を交わしていたが司法主任が去ると笑顔を浮かべながら所長は私に言った時に。 今日あなたは相川という男と一緒に来られたそうですが一緒に行ったって全く知らん男なんですよ同じ車に乗ったら急に向こうから私に話しかけるんで私も退屈しのぎに相手をしていたわけですしかし停車場ではとんだ目に遭いましたよ一緒に歩いてくれというので一緒に歩いてやったんですがねどうもちょっとル印じゃないんですか いや、そうですか全くご関係はないのですか無論ですよ何か彼と共犯関係でもあるというお互いならごめんこうむりたいものですなこれはもちろん半分冗談のつもりだったが共犯関係というある犯罪を前提にした言葉は彼のためにいささか不用意だったとすぐ感じた果たして署長は やはり中場冗談らしくこういうのである。いやもちろんそんなことは思いはしません。しかし何か彼は大分い,いろんなことをあなたに白状したそうですね。この言葉は私を疑っているのでないことは明らかにわかっているけれども、法律家としてはこれに対してうっかりは乗っていかれない。 ええ、何か変なことを言っていましたよまあでたらめですね気狂いじゃないんですか私はこう答えると続いてこっちから質問した一体どうしたって言うんですあの男が何の嫌疑なんですかむろんかようなことは立ち入って伺うべきことではありませんが所長はにこやかに答えた。 別にあなたのことだから隠す必要もないんですよそれにとんだご迷惑までかけたのですからその点から言ってもお話しした方がいいでしょう何ね昨日あの男の妻が自宅で死体となって発見されたのです一見自殺のように見えるのです無論自殺としても理屈が立たぬことはありません 最近子供を失ってひどく悲観していたそうですからねただ遺書がないのとなおこれはちょっとまだ申し上げるべき時ではないのですが23妙な点があるのですでとりあえず他殺の嫌疑で今犯人を捜索中なのですあの男もその嫌疑者の一人なのですよ 死体の発見されたのは昨日ですが、殺されたのは、もし他殺とすれば一作家ですね。解剖の結果、これは確かです。この所長の言葉は、私には全く意外だった。私はちょっとぼんやりとした形だった。しかし、つまらぬことを言わないでよかったと思った。 同時に私はあることをすぐ思い浮かべたそれならばあの男は無罪です私は一昨夜の十時時頃東京市内四谷区で確かに見たのですから彼のアリバイを立証することができます私は少なくも法廷で証人になる覚悟はありますよほほう本当ですか無論 嘘はいいません。いや見間違いはないかというものです確かに間違いはありませんこの時また司法主任が来て所長と死語を交わした終わると所長は相変わらず微笑を浮かべたまま私に言った相川は自分の子を殺した事実をすっかり自白したそうです 司法主任の聞いたところによればまさしく真の自白らしいそうですそれからなんだか大変あなたを恨んでいるそうですよあなたにもう一度会いたいと言っているそうですがお会いになりますか所長の言葉には「私は無論会うまいという良きと無論会う必要はないから」 拒絶された方がよかろうという心遣いが現れていた。危険さえなければ、ここで会いましょう。それは私の方で責任を持ちます。では。会いますね。所長は、私に一応念を押しておいて。改めて司法主任に合図をした。司法主任は、一旦部屋を出て行ったが。 ままもなくまた現れた。現れ後ろから相川が2人の刑事に守られて姿を現した彼は所長らの前で私に車中で喋ったあの恐ろしい犯罪の話をもう一度繰り返したその挙句、私に対してあらゆる罵を浴びせたのであるこれは。 やはり車中で私にに言言っったたたた。葉をただ下品にしたに過ぎなかった所長も私も司法主任もただ苦笑しているよりほかはなかったのである彼の言葉がやっと終わった時私は初めて司法主任に向かって尋ねた無論何の嫌疑で彼をお呼びになったかまだ本人におっしゃらないのでしょうね。 司法主任はそれを肯定するようにうなずいた。言うにも何も、いだ私たちの方で何も言わぬうちにこのおありさなのです。はじめから相川一人で喋り続けているのですよ。こう言ってから突然、彼は相川に向かって語気を強めて尋ねた。おい、お前おとといの晩。 どこにいたこの質問は相川にとっては全く意外のものだった彼はちょっとその意味を介するのに苦しんでいるように見えた彼は黙ったままぼんやりと司法主任を見つめていたおお前ののささんんはおとといの夜うちで殺されたんだよだから。 お,とといお前がどこにいたかはっきり言えないとお前が危ういんだぜおとといの朝上り列車に乗ったことは分かっているのだどこに行っていたのだね僕らが知りたいのはその点なんだそれでお前を呼んだのだよこの言葉を聞いた相川の顔を私はおそらく永久に忘れることはできまい それは描写すべくあまりに複雑でありあまりに悲惨でありかつあまりに寂しいものであったからである。